制作された原子力技術産業に関するドキュメンタリー映画作品である。監督はフォルカーザッテル。2011年2月11日に第61回ベルリン国際映画祭のフォーラム部門にてプレミア上映されたが、直後の3月11日に日本で福島第一原発事故が発生したために原子力撤廃をめぐって ドイツ国内で高度に政治的敏感さを伴う作品となった。本作は多くの映画祭で上映された後に2011年5月26日に劇場公開された。遊園地に改装されたカルカーの高速増殖炉この作品はドイツ各地の原子力発電所オーストリアのウィーンにある国際原子力機関などの原子力関連施設。 および、そこで働く、人々の姿を原発賛成、原発反対のどちらでもない客観的態度によって、紹介。運転中、停止中、または解体中の原発が次々に紹介され、建設されたものの運転されずに、遊園地に改装された、カルカーの高速増殖路跡とその、空中メリーゴーラウンドで遊ぶ、子供たちの姿なども映し出される。 監督、脚本、撮影をこなしたフォルカーザッテルは、1970年、生まれ。ルートビヒスブルクにある、バーデンビュルテンベルク映画アカデミーで1993年から1999年まで、監督と撮影について学んだ。1990年代半ばから、監督、脚本家、撮影監督、編集者として、ドキュメンタリー映画や、 実験的な映画を制作した。彼は、客員講師として、ポツダム・バーベルスベルクにあるコンラート・ウルフ、映画テレビ学校及びケルンにある、ケルンメディア芸術大学で教えている。ベルリン国際映画祭で、初上映された後、多くの映画祭で、招待作品となっている。第23回アウクスブルク・インデペンデント映画で、第8回ハンブルク・ドキュメンタリー映画ウィーク。 第13回ブエノスアイレスインディペンデント国際映画祭、オスナブリュック欧州メディアアート映画祭、第12回全州国際映画祭、第21回メクレンブルクイコールフォアポンメルン州映画芸術祭、ルートビヒスハーフェンアムラインでのドイツ映画祭、第26回ミュンヘン国際ドキュメンタリー映画祭。ザッテル監督は NRW 映画メディア財団の ゲルトルーゲプロジェクト奨学金により映画予算のための30礼ユーロを獲得した。日本ではダゲレオ出版が配給元となり2011年11月に劇場公開が開始された。ありがとうございます。